どうも、ウベです。パスカ、やっていきたいと思います。はい、ふんさん。今出てるガチャは無課金、未課金、どうすべきなのか解説していきたいと思います。で、出ているガチャの種類としましては、日本代表、イベキャラ新登場ガチャ。で、日本代表、イベキャラオンリーガチャ。で、サマーエンジェルガチャとレムリアデビューガチャの4つとなっております。で、目玉としましてはね、一番上、日本代表、イベキャラ新登場ガチャ。これの、新登場の、堀場、カツラギ、日本代表バージョン。まあ、これが、強いですね。まあ、ついにと言っていいのか、金徳、二金徳の両方とも確定バージョンの、キャラが出てきました。まあ、初めはね、この二金徳確定、まあ、来る可能性あると思ってたんですよ。思ってたんですけども、ここに、まあ、テクニック上限なんかつくと思ってなかったんですよ。こいつら両方ともテクニック上限持ってるっていうのは、ちょっと異常な性能なのかなと。そして、まあ、テクニック上限持ちつつ、まあ、特に堀場なんですけども、ボランチで、かなり使える金属、不可侵領域。まあ、これが取れるのもありがたいよね。あと、狩人が取れるのもありがたい。で、カツラギの方はね、まあ、もちろん、ボランチでも使えます。ミッドフィルダーで使えるとか、ミッドフィルダーで使えて、さらにゴールキーパーでもいいのかなと、思います。まあ、正直、ボランチ、セントラルミッドフィルダーだけでおいては、まあ、堀場の方が、強いですね。まあ、金徳的にも、不可侵領域下流。まあ、これが強い。しかも練習効果、フォーカップ20。強い。でも、日本代表、カツラギの方が、いろんなポジションで使える。まあ、大号令、マエストロ、レジスタ。まあ、ゴールキーパーでもね、大号令とマエストロ取ってればいいんで、結構ありがたいです。まあ、その辺加味して、まあ、両方とも当たりかなという状況でございます。まあ、自分的にはね、堀場の PSR でも欲しかったけども、カツラギでした。まあ、それは仕方ないかなと思われます。まあ、でも、この二人の欠点としましては、通常バージョンより特技練習頻度が落ちてます。まあ、堀場の方は最大2落ちてまして、カツラギの場合は最大3落ちてます。まあ、その辺はね、誤差と思うのか、解約と思うのか。まあ、二金徳確定になってるんで仕方ないと思いますが、そういう状況でございます。まあ、その代わり堀場はね、練習効果アップついてます。まあ、それが強いんでね。まあ、目つぶるべきなのかなという形でございます。特にレムリアでね、冒険連れてったら、もう特技練習量関係なさそうな感じなので、まあ、レムリア高校ではね、かなり、レムリア水産ではかなりね、ボランチで適性があるのかなと思われます。で、これね、ちょっと残念なのは、まあ、いつも通りですが、この二人だけじゃないんですよ。まあ、今回のね、その他の二人、ゴーダ、カットで。まあ、この二人はね、ハズレではないんですよ。大ハズレではない。でも、現状使うかって言われると、いいよ。特にゴーダの方はね、使う高校がないんですよ。ブレイブタックル。まあ、ブレイブタックル、大号令。まあ、これは強いかもしれませんが、もう、カツラギと被ってますし、まあ、ミッドフィルダーではもうカツラギの方がいいと思う。しかも、ディフェンス高校で使うにしても、今のディフェンス高校って、ギガント、先人だに、やる気、人数効果、まあ、こいつら持ってないと、やっぱ使えるものにならないんですよね。まあ、その辺面で、ちょっとゴーダは使いづらいなと思っちゃいます。まあ、金徳ね、被らせたっていうのも痛いですね。あとは、ブレイブタックル。ブレイブタックルね、メイムが強いんですよ。メイムが、やっぱ、招き猫彼女の、招き猫効果のあるイベキャラにもなってますし、まあ、二金徳、徹底抗戦、そして、なんだ、ブレイブダックル。まあ、この辺がね、やっぱ強いですね。まあ、しかもオフェンスキャラといってね、まあ、オフェンスキャラってやっぱ、ボランチでなかなか使えるキャラっていないんですよ。そうならば、やっぱメイムになっちゃうのかなと。まあ、そこでちょっと思うのは、まあ、このキャラたちじゃないんですけども、高山くん出ましたよね、この前。高山が、まあ、徹底抗戦くれるから、それを、高山を入れて、さらに、ブレイブタックル取ろうと思えば、まあ、カツラギを抜いて、日本代表のウォーダーなのかなと。まあ、そこぐらいしかちょっとダメかなっていう感じになってます。皆さん使うならば、そういう風に、組み立てるといいと思います。そして、葛藤寺。これはね、先人谷高校で強いです。まあ。でも今、始められた方って、正直なところ言いますと、ディフェンス高校に、2高校あると言いました。まあ、ギガントと、チェンジン何があると言いましたが、まあ、始めたばっかは絶対にギガントの方が伸びると思います。まあ、やる気効果アップを集めないといけないし、
まあ、人数効果アップはね、最近で、ね、結構実装されたりしてます。うん。でも、やる気効果アップってなかなか実装されてないんですよ。だからキャラの更新が遅いという意味もありまして、まあ自分的には、まあ、そこまでだなかなと。まあ自分は好きですよ。カット時間好きでもう50にしてるんで、まあ引きたくはない。メインで引きたくない。でもサブではね、正直、全キャラいません。うん。ゴーダもいない。で、カット時もいない。で、ホリバー活力なんかもちろんいない。特にこいつはチケットで出ないんで、ガチャで引くしかないんですよ。日本代表のキャラって、チケットミキサーで出ないんで、もう、無課金、美課金ならば、もうガチャで引くしかない。まあ、そういうところかな。うん。まあ、あと、デメリットもう一個言いますと、ホリバ、強いと言いました。強いと言いましたが、先ほども言いました。まあ、ボランチ、セントラルミッドフィールダーしか、不可侵領域の強いところは見えません。まあ、全ポジションで、使いやすいっていうわけではないので、その辺がちょっと辛いかな。まあ、ボランチ、セントラルミッドフィールダー、専用機みたいな。なので、11分の2とか、まあ、そういうぐらいしか入ってこないんですよ。チームに2キャラぐらいしか入ってこないけど、そのポジションでは人権キャラ、みたいなキャラです、ね。まあ、引くか引かないかは任せますが、自分の無課金アカウントは引こうかなと思ってます。まあ、引く基準、まあ、自分的な引く基準としましては、パワースターがね、2回確定分ぐらいのあるならば、引いてもいいと思う。その理由は、826。パワープロの日ありましたね。その時に、おそらくまたいいキャラが来るはずなんですよ。どうせ2金徳のキャラが来るはずなんですよ。まあ、その時は、ホリバみたいに、ボランチ限定キャラではない可能性が多分高いと思うので、うん。まあ、その辺も加味すると、今の時点で確実に確定1回分は引ける。330個はある人。で、できれば、2回確定。まあ、2回確定は厳しいかもしれませんが、500個以上あれば、まあ、このガチャ引いて、826は余裕で間に合います。今から貯めればね、826まで330個貯まるかって言われると、ちょっと微妙な線があるんでね。うん。最低でも450個、400個。まあ、その辺は欲しいですね。うん。そんな感じで引けばいいと思います。で、その他のガチャなんですけども、日本代表、イビケラオンリーガチャ。うん、こちらもね、正直もうスルーでいいと思います。この日本代表の旧バージョンのキャラたちって、2金徳取れるのって1キャラしかいないんですよ。うん。結城くんしかいません。まあ、こいつらしか出ません。厳選12キャラしか出ないっていうのもあるんですけども、まあ、PSR 確定がね、30連であるっていうのもあるんですけども、現状使えるキャラがいません。まあ、上限アップキャラもいないし、ちょっと使いづらいです。なので、スルーいたしましょう。はい、そしてサマーエンジェルガチャとね、レムリアデビューガチャはこの前も解説させていただきました。特にレムリアデビューガチャは無課金、美課金は引かないでください。こいつらチケットでいつでも出るように常設キャラとなっておりますので引かないでください。そしてサマーエンジェルガチャ、まあ自分でこの前解説させていただいたとき、まあ引くか引かないか迷ってますが自分の無課金は引きませんという判断させていただきました。まあそれが当たりでしたね。うん。まあここまでね、掘り場来てしまうと、もうこのガチャは引く必要はないと思います。なので、今更引こうと思っている人は引かないでください。はい、まあ本日はこれで以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビダでした。さよなら。